ランボー・アマデウス、本名アントニーエプシッチは、モンテネグロコトル出身で、旧ユーゴスラビア諸国全域で人気のある歌手である。1963年に、ユーゴスラビア連邦人民共和国、モンテネグロ人民共和国のコトルにて生まれ育ち、その後セルビアのベオグラードに居住し、活動の拠点としている。アマデウスの作品には、自ら、皮肉的なウィットを投票する。 一般的な人々や政治に対する風刺が多く、含まれており、ジャズやロック、後にドラムンベースなどの要素を取り入れたものとなっている。ランボーアマデウスの名は、ジョン・ランボーとボルフガング・アマデウス・モーツァルトに由来する。また、彼の辞書の一つに、ランボーアマデウス・スビエツキ・メガツァルがある。他に、愉快なポップミュージック王といった別称もある。 コンサートでは単に完成された楽曲を歌うのではなく、人間の本当の姿をさらけ出す即興のユーモアを織り混ぜた音楽を披露する。乱暴アマデウスの作風や生き様は、フランクザッパや、キャプテン・ビーフ・ハートなどと比較される。2012年5月には、アゼルバイジャンのバクで開催される、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2012に、モンテネグロ代表として参加する。 ベオグラード大学の数学、自然科学学部を卒業した。初等音楽学校で6年を過ごし、ピアノの教育を受けるが退学している。音楽に道を歩み始める前、レガッタ競技の選手だったことがあり、1972年から1984年にかけて各種の国際的なレガッタ大会にユーゴスラビア代表として参加している。この間ン、モンテネグロで何度か首位となり、 南アドリア大会でジュニア部門での優勝、1980年の国際鉄門杯での優勝などを経験している。その後もコトルワンなどでレガッタの大会に参加している。中等学校の頃に歌唱や作曲をするようになり、ヘルツェグノビやポドゴリツァなどで地元のバンドの活動に加わった。1985年に高等教育を受けるためにセルビアのベオグラードに移住した。 ベオグラードでの学生時代にも多くのアマチュアバンド活動に関与してきた。1988年に初のスタジオアルバム、大都合じゃンジャが PGPRTV から発売された。収録された作品はギターの演奏に加えて民謡のような声や、さらにはオペラなども取り混ぜ、また非常にユーモアに富んだ歌詞であった。アマデウスは自身の作風を ターボフォークと呼んだ。後のユーゴスラビア紛争時代、この言葉はこれとは全く異なる音楽ジャンルを表す言葉として定着し、この音楽ジャンルはユーゴスラビア崩壊に伴う社会秩序の崩壊と相まって世紀末的な流行を見せた。2作目のアルバムオセモガルは1989年に発売された。 この中では、後のアマデウスの作品を特徴づける、政治的な風刺が見られ、アメリカ・アイ・イングルスカと題された楽曲は当初、カッテフリズマ・コミューニズマと名付けられたが、政治的に認められない恐れが高いために解体された。スロボダン・ミロシェーヴィッチらがモンテネグロなどを政治的に、乗っ取り支配するための動きであった反関係革命の中で、運動の参加者は、 オセモルーズと叫んでいるようであったが、彼らが政治的非難を受けると自分たちはオセモガルと叫んでいたのだと主張した。アマデウスの2作目のアルバムの題はこれを茶化したものである。他の収録曲からはグルピヒットやバルカンボーイなどもヒット曲となったが、特にソミットうブユレグジネスイライバックでは大きな反響を呼んだ。この楽曲はライバッハのヘビなメロディを ラザコスティッチやデサンカ・マクシモビッチなどの詩、代表的なカファナで歌われる曲、ケイス・ローミムの歌詞などと混ぜ合わせたものであった。またアルバムのブックレットには実在しない曲の歌詞が含まれており、この楽曲にふさわしい場がないため、最後の瞬間で収録対象から外されたと記されている。この歌詞は曲名がペゲペ,ペアータブとされており、次のアルバムに収録されるとしていたが、 その後実際には、いかなるアルバムでも公開されることはなかった。1989年、サラエボのテレビ放送局 SA3 にて、ヤスナベリと共に、クイズ番組、ターボリリヒップの司会を務めた。3枚目のアルバム、M-91 は1991年の末に発売された。この時、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国における、 民族間の不和はすでに行き着くところまで行っていた。アルバムの副題は、シホラスコプロッポガンドニーコンプレットとされ、収録曲も重く暗いテーマのものが多数であった。今作でも、前作同様、ブックレットと実際の収録曲が異なっており、実際には収録されていない楽曲、KPGS がブックレットに掲載される一方、ハリド・インバラド・ハリア、プリー・アタルド・ジュプリアタルド・ジュ,ジュは、 アルバムに収録されているがブックレットには掲載されていない。校舎のプリーアタルド獣、プリーアタルド獣には当初スロボダン・ミロシェビッチとフラによっジ自慢の演説の一部が使用されていたが、レコード会社によりその部分は完全に削除された。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の構成国が次々に独立を宣言し、武力衝突が各地で起こり始めていたこの時代、 ハマデウスは、セルビアとモンテネグロからなる、ユーゴスラビア連邦共和国から、マケドニアやスロベニアへのツアーを続けた。1992年12月29日に、スコピエで収録された、ライブアルバム、KPGS には、新曲、カランバカランビタが収録され、その後、ベスト版、イザブラナデラ1989-1994も発表された。 1995年7月、アマデウスはパリにてゴランウェボダとの共作を制作する。翌年に発表されたマイケロガニズミーではそれまでの作風とは大きな違いが見られ、独特のムーディな音楽に完結で実験的な歌詞を載せている。一方、1997年のアルバムタイタニックではそれまで通りの作風の新作も出している。 デティック・ユー・パーレメントや、オクシモローンなどの演劇のための音楽も制作しており、1994年の、ラスニーカー・スケパン・マリではアマデウスは、ステリア賞を受賞した。また、レパブレナ・やベス・ナズミ・ヤナツといった、ターボフォーク歌手の作品でも作詞をしており、歌手のドラガナ・ミルコビッチを題材とした1994年の映画、スラッテ・コードス・のバ・ヨでも作詞を担当している。 1927年の無音映画メトロポリスをベオグラードのサバセンターで上映する際にアマデウスの音楽が使用された。音楽はベオグラードフィルハーモニーによって演奏された。これらの楽曲は後にメトロポリス B としてリリースされた。1997年のツアーでも行き先にスロベニアが含まれており2回行われたリブリアナでのコンサートは後にライブアルバム。 R.A. ユークド・フランス・プリザーンに収録された。1997年12月には、ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボ・デワセイをセクソン率いるザブラニエのプシェニエのギグにもゲスト出演した。これは、ユーゴスラビア連邦共和国の人物で、ボスニア・ヘルツェゴビナのボシュニャク人地域にてコンサートをした、終戦後初めての例となった。1998年6月、 引退記念と称して、ベオグラードでコンサートを実施した。その後ボスニア・ヘルツェゴビナでも2つのコンサートをし、オランダに移住した。この、引退について、多くの人々は本当に引退するとは思っておらず、実際に4ヶ月後には、ベオグラードに戻り、音楽業界に復帰した。同年12月10日、クロアチアのプーラにて、マルギタ・ステファノビッチと共に賞を行い、 ユーゴスラビア連邦共和国の人物として、クロアチアでも、終戦後初の例となった。2000年に収録したアルバム、Don't Happy, Be w a r r y では、ノルウェーのジャーナリストオスナ・サヤ・スタットがノルウェー語で、歌う民謡、E.G. ラダ、メグウッド・ピー、シー・グラナンや、彼女の言葉をサンプリングした、楽曲、レガニツなどが収録されている。2005年より、タブロイド日刊支部に次にて、 メガカースからスミスリアンジャと題するコラムを掲載している。2007年10月のベオグラードオルタナティブロックフェスティバルではオルタナティブロックのミックスと称し12のセメントミキサによる演奏を披露した。2008年ボイボディナラジオテレビジョンで伝統民謡のオーケストラゾアレルの演奏で楽曲ラキジャを歌った。この歌は後にテレビドラマベロティッセローデで使用されている。 また、セルビア国営放送のジャズオーケストラの60周年、記念のイベントにもゲスト歌手として参加している。2011年11月、モンテネグロ国営放送により、ユーロビジョンソングコンテスト2012の、モンテネグロ代表に選出された。大会は2012年5月に、アゼルバイジャンのバクーで開催される。ありがとうございます。